皆さんこんにちは。今日もセクシーに瀬戸セイラです。声がガラガラなんですけどご了承ください。今日はさ、ちょっと久しぶりに犯罪心理の話について触れていこうかなと思います。ちょいちょい YouTube 喋って配信してるので、よかったら、他の動画も見てみてください。今回はですね、本が今手元にあるんだけど、本本体を写してしまうと著作権引っかかってしまうので、ちょっと口で説明しますね。こちらに本の詳細に載せます。今、すごい話題作ですけど、ケーキの切れない非行少年たちというこちらの作品、宮口浩二さんという方が書かれた本です。いわゆるこうよくある ADHD とか発達障害、ああいったものって ADHD を持ってる人がみんな ADHD っていう風に診断されてるわけではないんですよね。自分もしかして ADHD かなっていう風に思った人が診断に行って、そこで初めて ADHD であるっていう、診断を受けたりとかいうことなので、隠れ ADHD みたいな、隠れ発達障害、知的障害っていう子たちがすごくたくさん世の中にはいるんですよね。なので例えばこう少年院、犯罪を起こしている人の中の何パーセントがそういった発達障害だったりとか、知的障害だったりっていう数値を正確に出すっていうのは難しいんですけれども、この著書が言うには非行に走ってしまう子たちがいるぞっていう、ここから多少のネタバレを含むので、ぜひ読んでから見てみてください。ざっくりとね、概要を説明すると、ケーキの切れない非行少年たちっていうのは、非行少年にこうケーキをじゃあ3人で分けたいぞと、このケーキを3人で分けるにはどうやって均等に分けたらいいかっていうようなお題を出した時に、いわゆるこう Y の字みたいな感じでカットすると3等分できるじゃないですか。でなんだけれども、非行少年たちは丸に対してこう線を2本入れたりとか、こう T 字に線を入れたりとかするというところ、全てが歪んで見えているっていうところで表紙には書かれているんですけれども、このケーキの切れない非行少年たちという本は、そういった子たちが非行に走ってしまう、こう流れというか道理であるっていうようなことを訴えている。知的障害の子たちっていうのは結構割合的には多いですよね。で多いんだけど、ほとんどの子たちがそういった ADHD とか知的障害にかかっているということを本人も気づかないし、周りも気づかないままどんどん大人になっていくがゆえに、それがいじめとか人の輪に入っていけない、仕事があいつはできないって言われて悪口を言われるようになってしまうとか、そういったこうどん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 社会から外れていってしまうようなものになってしまうから、非行というような形で自己表現をしてしまう、非行というような形で人とコミュニケーションを取ってしまう子がすごく多いと、その ADHD 発達障害、知的障害というところに値する子たちは。でも本来は子どもの頃に受ける義務教育の期間に、周りの大人たちとか教育システムによってそういったことが分かっていれば、こういった非行は防げることが多いというふうに作者さんの宮口さんはすごく実感されていて、教育というものをもっと改善する必要があるのではないかっていう、教育というところにもっとこういった子たちを気づいて手を差し伸べてあげれるようなシステムがあるだけで犯罪を防げるのではないかということを訴えているという、そういう本でした。ざっくり言うとね、気になるというか言葉がいくつかあって、まず一つ目ね、人を殺してしまった、殺人をしてしまった少年とかが、君は優しい人間だと思いますかという質問をした時に、僕は優しい人間ですというふうに答える子がいると。でそれはなぜかというふうに聞くと、電車でお年寄りにはちゃんと席を譲ったりするしというけど、でも君は人を殺してしまったじゃないかというと、ああ確かにというふうになる。人を殺してしまっても自分は優しい人間ですというふうに言い切れるような、うまくその自分のことの自分の自己評価ができていなかったりというのは、やっぱり人とそれだけ接触してこなかったから、そういう自分の自己評価をすごく全然違った方向に捉えてしまうというところにあるのではないかっていうのもすごく印象的でした。そういう、ちょっと知的障害だったり発達障害系の子たちはどうしても人の輪から外れてしまうことがあるので、自己評価っていうものは他の人から評価されて自分の評価がついていく、だから自己評価と他の人の評価が合っていくんですよね。なんか君口下手だよねって言われて初めて自分は口下手だったんだと気づくとか、そういった気づき、外的要因から言われて初めて気づくような気づきってすごくいっぱいあるので、人と接触をあまりしてこない人っていうのは自分の自己評価がすごく低かったり、どうせ自分なんて他の人と比べて
才能ないしっていうところがものすごく思ってしまったりとか、反対に、まあ、人と全然接触してこなかったか、この世に私以外の天才がいないわっていうふうにものすごい過大評価、もう両極端な評価に陥りやすいんですよね、人と接触をあまりしない人って。で、まあ、別にこういうのって障害を持っている人に限らず、まあ、なるほどなと。もう一つね、すごく気になったものがあって、被害者は被害者を生むっていう、これってさ本当にすごいその通りだなという。少し前にさ、私トルトル詐欺ずっとしてるんだけど、こちらも出しますと、犯罪捜査の心理学プロファイリングで犯人に迫るという、こちらのについての自分の思ったこととかいうのも動画で上げてるので、関連リンク貼ってます。3回に分けて皆さんにご紹介しますねって言ったの、実はまだ2回しか撮ってないんですよ。最後の1回撮ってなくて、普通の殺人事件とかそういった事件についてで、2つ目がストーカー事件についてで、3つ目が大量殺人について、この3展開で話していくって言って、まだ私大量殺人についての学んだことっていうのをご紹介してないんですよ。そもそも大量殺人とは、最近とかもすごくいろいろ事件がありましたけど、京都アニメーション学院の放火ですね。で、すごくたくさんの方が亡くなられましたけれども、大量殺人という事件っていうものを起こす人、起こす犯人の特徴っていうのがあって、どういった特徴があるかっていうと、世の中に対して強い恨みを持っていたりとか、世の中に対して強い絶望を持っているっていうことが特徴に挙げられるんですよね。でも失うものがない無敵の人っていう表現を2チャンネルの創設者ですか、ひろゆきさんが言われて使われていたりもしますけど、無敵の人っていうのはどういったことかっていうと、地位も名誉もない、愛する家族も守るべきものもない、友達もいない、職も大したものについてなくて、誰からも頼られていない、恋人もいない、家族もいない、そういった全て何ももうない人、全て失うものがない人が無敵の人っていう表現をして、そういった人は失うものがないから、最後せめて何もない自分、恨み、世の中に対する恨み、こういったものを自己表現しようという結果で、傷跡じゃないけど残してやろうというので大量殺人を起こしてしまったりとか、大型な事件を起こしてしまうというケースが大体つながりますね。もう自殺したいんだけど、死にたいんだけど、自分だけが死ぬのがどうしても理不尽、なんか爪痕を残してやろうという感覚でやるという、ヤフーで記事を書かれたライターさんがいらっしゃいましたが、まあそのお前一人が死ねばよかったのにみたいな、要はそういう声、そういったその犯人に対する強い声がたくさん集まったんですが、もちろんそういう、まあ、犯人のやった行為というのは許されるべきものではないんですけれども、その裏側で気づかないところとか見えないところで、ものすごく絶望、世の中に対する絶望を膨らませてしまう人がいるぞと、その結果こういう事件を生んでしまう、そういったモンスターを生んでしまうというふうに書かれているライターさんがいらっしゃいました。でもそれが、まあ、結局そのこのケーキの切れない非行少年たちというのを読んで、まあ、まさしくそのことが詳しく書かれていたなというところなんですよね。小学校の時とか、私ちょいちょいツイッターとかに出してるんだけど、めちゃくちゃ運動音痴なんですよ。これってすごく難しくないですか？私は自己申告で運動は苦手っていう言い方をしてるんだけど、果たしてこれは私が苦手という個性なのか、それとも脳に何かしらの、まあ、ちょっとこの部分の脳のこの部分がちょっと人よりも小さめだから、こういう感じのもの、こういうものに対する情報のり速度が異様に遅くって苦手なのかみたいな判断ってすごく難しくないですか？私はちゃんと病院で診断を受けたことがないので、自分がそういった障害を全く持っていなくって、でその結果そういう運動が苦手ですっていうふうに自分が言っているかどうかは自分では正直わからないです。でも皆さんも苦手なこと得意なことっていうふうに、まあ、人は皆さん持っていると思うんですが、それがただただ苦手だけなのか、それとも障害的なものがあって苦手なのかっていうのって、本当のところわからない人って多いと思うんですよ。でそういう中で言うと、こういったちょっとまあ発達障害であったりとか知的障害を持っている方っていうのは、そういう純粋に得意不得意の不得意っていうところのジャンルに捉えられやすい、あいつちょっとどんくさいよなとか、純粋に周りからイライラした感情を買いやすい。でやっぱりさ、こうさ、できる人ってできない人に対してイライラするじゃないですか。
それはもうどのジャンルでも私はそうだと思っていて、私はやっぱりだからその学校の授業とかでダンスの授業とかがあると、私はこう何回聞いてもなんかリズムにさこう合わせて、あの速いスピードで今右手上げるんだっけ左手上げるんだっけみたいな、そういうことをごちゃごちゃ考えてしまったりして、もう何回も聞かないと本当に分かんなくなってしまうんですよね。結果的に何度も同じことを人に聞かないといけない状況にどうしてもなってしまうと。でも何回もやっぱり聞くと相手がちょっとこうイラってしされてるのもこちらも分かったりとか、こちらも何回も聞きづらいなっていうのがあったりして、だん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 そういったものが嫌で人に聞けなくなってしまうんですよね。でその結果、私苦手だからもうこの授業を取るのやめるというふうに自分から離れるしか手段がなかったりとか、私にもそういう苦い記憶ってあるんだよね。それがじゃあ多方面にある人っていうのは、スッと離れたところで離れた先に何もない、離れた先に自分がじゃあ居心地よく自分を表現できるものがないっていう風になってしまうと、自分が死んでいってしまうんですよね。でこういった非行に走る子たちの特徴として、まあ、大体こう人とコミュニケーションを取るのが苦手っていう風に答える子が多いんだって。やっぱりだからそういうのってさ、なんかもっと本当は学校でなんか毎回赤点取るあの子はなんかどんくさいからとか、人と話すのが苦手だからっていうところで処理しないで、小学校とかそういった年齢とかだったらまだ子供だからで許される範囲内、大人になるとやっぱりどうしてももう誰も教えてくれないっていうところになってからそういったものがあるの、生きていけないというレベルで追い詰められてしまう人ってすごく多いと思うんですよ。だからこそその小学校でこう何とかできないものだろうかっていう風に小学校とかそういう義務教育機関に書かれていたんです。本当にこれ思うんだよなってなんか思いました。学校のさ、学校の教育の感じとかさ、すごい嫌いで、ちょいちょいこれ出してるんだけど、いい思い出がないんですよね、学校の先生に対して。でどうしてもそのやっぱり人だから仕方がないという言い方をしてしまえばそうなのかもしれないけれども、明らかにもひいきとかそういったその個人の感情によって教育の向け方とか愛情の向け方っていうのにすごく差があるじゃないですか、先生たちっていうのは大半の方が。でそのもちろんその愛情の中にうまくはまった子たちはいいけれども、そうじゃない子たちってなんか大人に対して純粋に絶望するしかないんですよ。だから本当に、まあ、このケーキの切れない非行少年たち、被害者は被害者を生むっていう言葉がすごく印象に残ったっていう話を先ほどしたんですけど、大量殺人の話に戻った時にもちろんあの罰せられるべきだし守られるべき存在ではないって私も思うけれども、大量殺人を起こしてしまった人っていう、のはそもそも何かの被害者であり、その被害者が被害者を生んだっていう、まあ、一番分かりやすい大きな例かなっていうふうに思うんですよね。でこういう事件が起きた時にじゃあ加害者側に立ってしまった人が世の中っていうのはすごく叩かれる対象になるじゃない。もうツイッターとかさ、それ分かりやすくあれに荒れてあいつは罰せられるみたいな、結構それこそあの普通の人たちからもう本当に卑劣な言葉が結構出てくるようなレベルで叩かれるけれども、じゃあその事件が起きたっていうこと自体は許されざる行為ではあるけれども、世の中の何気ないそういった言葉だったり対応だったりとか、そういったものがそういうものを生んでしまってる可能性っていうのは私もすごい非常にあるなって。みんな面倒なことが嫌いだから、加害者に対しては叩くけど被害者を守ることもしない、無関係だからっていう。じゃあそうなってしまった被害者はどう生きていけばいいのかっていうところと通じるところがあるなって、大量殺人の話と通ずるところがあるなって思った、まあ、本でしたね。世の中はその悪いものを叩くことはするけれども、傷ついたものとか弱者に対して、まあ、適切な優しさがある対応がすごく少ないなっていう風に感じる場面はすごく多くて、なんかこんな感じ。ケーキの切れない非行少年たち、まあ、おすすめですね。おすすめです、おすすめなんですけれども、まあ、先ほど言った通り大体書いてあることはあの最初から最後までそんなに同じことをずっと言ってるなっていう印象があるっていうのと、教育に関する、特にその教員の教育に対する
ところの視点で話されている本なので、まあ、小学校とかそういった学校の先生、子どもたちを相手にするような職種の人に特におすすめしたい本だなと思いました。というわけで今日はこの辺で瀬戸聖也でした。バイバイ。